やつは鼻まで眩しく女優たちの匂いアレルギー。やつは自宅の電話のベルの音を聞こえなくしてる。ロマンスの言葉一つ知らずに若い頃の体験をみんなの前でさらけ出す。やつは人間の心理など読み切れると登れているが、やつの心の動きは食事中の時にだけ揺れる。友達を暗闇で眠りにして自分だけの幸せに女を使う。最後まで言ってやろうか。あれはミスキャスト、ミスキャスト、悲しいだけのミスキャスト、怖い話のミスキャスト。